ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪ウォッチ U プロトタイプで、妖怪メダルバスターズラムネのメダルを召喚していきたいと思います。無事にコンプリートすることができたのですが、今回は、第1幕のバックメダルで被っていたキュービとアツガルルを抜いた全10種のうち、こちら5種、ガブニャン、オイラン、モノマネギン、長花、そして、セオカンを召喚していきたいと思います。それぞれ、まだメダルは見ていなかったので、開封しちゃいます。ガブニャン出てよかったー。では、まずは、モノマネキンから。こちらは、豪傑ですね。では、早速、いきます。タンクなんですね、守りは。こんな感じで音声が入るのかな。この豪傑は黄色っぽかったですね。モノマネキン。あ、ここではその後の言葉は入ってこないですね。面白い。では続いては、セオカン行きましょうか。セオカンはヒーラー、ポカポカですね。すごいなんか綺麗。こちらは緑でしたね、ライトが。セイオカン。では続いてオイラン。オイランは不気味ですね。不気味は何色かな？レンジャーは元気なんですけど、不気味の音声がちょっと和風チックで面白いですね。オイラン。オイランでした。そして、長花。長花は、ニョロロンかな？これは楽しい。今回最後はガブニャン。ガブニャンは、あ、うすら影ですね。うすら影はうさぴょんと同じですね。では聞いていきましょう。そうじゃないよ。あれ、そうじゃないよがなんか面白い感じで聞こえたけど。入りましたね。ということで、アタッカーのガブニャン。この頃の縦線が光を浴びた時にすごく綺麗に映りますね。ガブニャン。ガブニャンでした。ということで、次回は残りの5枚。ドヨリーヌ、イザナミ、セミマル、ライオトン、そして弓元帥の方のメダルを紹介していきたいと思うので、ぜひ楽しみにしてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録
よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。